皆さんこんばんは、ユミです。今おうち時間が長くて退屈な人いませんか？今回は100円ショップセリアのものを使って簡単に3分ぐらいでできるものをご紹介したいと思います。今日作るものはこちら見えないね、こちらです。後ほどゆっくりご紹介します。同じ素材でこれも作っちゃいました。今回は皆さんが簡単に手に入るように100円ショップセリアをすべて利用しました。今回用意するものです。黒い画用紙、レースコースター、レーステープ、ドライフラワー、糊やボンド、ハサミです。後ほど細かく説明します。今回使う紙はこれです。黒い画用紙を切ったものです。これは先日ワークショップで作ったものなんですけども、黒い紙に貼るとめちゃめちゃおしゃれに見えませんか？レースペーパーです。紙のコースターです。3種類ぐらい大きさがあるんですけど、これは一番小さいものを利用しました。実際にワークショップ、お教室だと立ったまま皆さんに説明するので、今日はね、立ったまま説明しちゃいます。まず画用紙をこのくらいの大きさ、はがき台に切ります。それでこの先ほどのレースペーパー、これを1枚取ります。半分に折ります。こんな感じです。今回は縦に使っていきます。半分に折ったものをこんな風に上に貼っていきます。あ、半分よりね、ちょっとギュッて出してもいいかもしれないです。好みでいいです。もっと短くてもいいし、長くてもいいです。これをただ貼るだけなんですけど、糊でも両面テープでもボンドでも何でもいいです。こんな風に貼っていきます。100円ショップのお花のコーナーに行くとね、こんなの売ってるんですよ。プリザードブーケユーカリミックスって書いてあります。プリザードフラワーですね。こんな風にね、もう袋に入ってセットに入ってるんです。もうこれをそのまま使っちゃいます。あと今ハーバリウムって流行ってて、そこのコーナーに行くとこうやって袋に入ってこんなのもあります。押し花のところにもあります。っていうかね、同じコーナーにあるので好きなものを買ってきてください。今回はこれを使っていきます。こうやって貼っていきます。これだけでも可愛いんですけど、花瓶に入れてる風に花瓶を作りましょう。私なんてこれに入ってたこの台紙を使っちゃいます。作っていきたいのはこんな感じで、ちょっとだけ台形っぽくしますね。こんな風にこのお花を鉢に入れます。その鉢を作っていきます。紙を切るだけです。さっきのお花が入ってた台紙、これを切っちゃいます。ちょっとだけ斜めにします。こんな風になりました。茶色い方でもいいし、裏のちょっとクリームっぽい方でもいいです。見てみて、貼ってもいないけど、もうこれで完成です。可愛くないですか？せっかくなんでこっちも開けちゃいます。これなんか緑が派手だね。緑取っちゃおう。いい感じ、ナチュラルナチュラル。黒い画用紙をだいたいはがきぐらいに切ったものです。小さいコースターです。半分でもいいですし、好みで大きさ決めてください。これくらいかなって感じです。そしたら糊を貼っていきます。ここのね、穴にやっちゃうとこうビヤーって出ちゃうから、ちょっとでいいの。紙だからもうちょっと、ちょちょびっと。ボンドだとね、なかなか乾かないんですよ。はい、こんな感じ。このね、台紙を使って切っちゃったやつ、ちょっとだけ台形みたいにしました。このセットには緑が入ってたんですけど、ちょっと好みじゃないので私外しちゃいます。で、これを貼っちゃダメです。先にこれを置いて、こうですね、様子見て。このままでもいいし、なんか多いなと思ったら減らしてください。もうね、紐もね、こんなリボンが縛ってあるんですよ。もうこれじゃ物足りないよっていう人に、これレースシールって言うんですよ。もうね、両面テープがついてるんです。太さが2種類売ってます。
細い方を選びました。こんな感じです。こんな風にすでに両面テープがついてます。楽ちんです。もうちょっと手を加えたい人はこの下に貼るのがいいかもしれません。ぴったり下に合わせるのもいいし、ちょっと上にするのもいいですよね。今回ちょっと上にしてみます。このお花を入れていきます。なんかちょっと長いんでね、切りましょうか。ちょっと切りますね。当ててみましょう。ボンドを使います。それでね、ここをダボってやったのをちょっと動かして伸ばす感じです。手が汚れたくないから。これね、乾いたら透明になるので今白いんですけど、ほっときましょう。あとこれですね、これもボンドで、あの端っこまで丁寧につけたくなっちゃうと思うんですけど、はみ出しちゃうんですよ。だから端っこあんまりつけない方がいいかもです。ほら、もうできちゃった。パパッともう一種類作っちゃいます。こっちはこのレースコースターを4分の1カットして2箇所隅に貼ったものです。それから先ほどのレーステープを貼りました。手順はこれを先に貼ってください。ここ全部ね、貼っちゃっても見えないのでもったいないじゃないですか。この辺まででいいです。先にレーステープです。その上からレースコースター、そしてこのセットになっていたドライフラワー、これはね、鉢にしないです。このレーステープを裾のとこに貼ってっちゃいます。ボンドで留めましょう。2本レーステープを貼っていくことにしました。上の方を少し短めにしました。こっちの紙はさっきのハガキ台よりも大きいです。あ、なんか殺風景だから、これにもこうやっちゃおうかね。やっちゃおうやっちゃおう。これを貼ってこう。よいしょ。はい、というわけでできちゃいましたね。簡単でしたね。レースコースターを使ってもうセットする花をそのままボンドで貼るだけ。あとはレーステープ、この鉢カバーなんて大事ですからね。というわけで1個3分ぐらいでできます。ドライフラワーも今はセリアで手に入ります。しかもね、これセットで100円ですから、皆さんが簡単に手に入るもので、そして簡単にできるもの、これからもどんどんご紹介していきたいと思ってます。よろしければチャンネル登録お願いします。それからこんなもの作ってみたいなとかリクエストがあれば、どうぞ概要欄にお書きください。感想もお待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミでした。